もともと今回、総選挙に臨む目標として与党の過半数割れ、これは目標でしたので、まあ、その意味では目標が達成できたということは、あの大きな成果だったと思います。ただ、まだ全体が開票結果出てませんし、追加公認も無所属の取り合いもあるかもしれませんので、す、え、べ、ー、ての結果出てから。 明日改めて午前中に執行役員会を開いて、方針を決めて、今後の対応を決めていきたいという,うに思います要因はですね、やっぱり裏金問題について、通常国会でも一生懸命、この問題を正してまいりましたけれども、臨時国会で本来は議論すべきテーマを、残念ながら、きちっと解明もしないで、解散をしてしまいましたんで、引き続き厳しく正していったそれが 逆に功を奏したののではないのかないいかと思いますもちろんこれは自民党側の失敗でもありましたけれども逆に野党第一党がその先頭に立ってこれをやっぱり正して本当の政治改革をやってほしいとそういう思いを結集することができたのではないかなと思います。